おはようございます。皆さんご存知ですよね。どうも、大泉洋でございます。ということで、今日はですね、吉田のりまさんをですね、語ります。パート2をお送りしたいと思いますね。こちらの方はですね、特別版ということで、僕のこのラジオの中でですね、モノマネを、1つ、2つ、していきたいなというふうに思っております。声とかね、仕草とか、見えないじゃないですか。だから似てないと思うんですけど、まあ、ちょっと今寝ぼけてるんでね、起きたばっかで。頭が働いてないんで。皆さん、ベッドから急に起き上がるとね、血圧上がっちゃいますんで。なるべく、ゆっくりね、起きるようにしてください。朝ごはんしっかり食べていくと元気が出ますね。ということでね、やっていきたいと思います。吉田のりまささんの名場面をですね、集めました。皆さん、こんばんはですね。吉田のりまさです。今日はですね、スーパーで購入しました。こちら、牛豚バラ肉生姜焼き用380円ですね。で、こっちをですね、もう焼きました。すごい、まあ、おいしそう。よだれができちゃったんですね。で、ご飯も、あります。で、これを乗せて、それから、つかん、食べて、やっぱ高級な卵ですよね。これいっちゃいましょう。これいっちゃいましょう。卵のせーの、掴んでた。こちらですね、本日の、僕の夕食で、皆さん、卵の色、ご存知だったでしょうか？茶色ければ茶色。白ければ白。スーパーで値段が上がってるのね。実はね、同じなんですね。今がね、豚、牛バラ肉、生姜焼き用のね、レビューで、次はですね、とびきりチーズ、モスバーガーとびきりチーズの時なんですね。いただきます。ちゃくちゃうまい。めっちゃくちゃな、これ。ブラックペッパーなんか入ってるかな。めちゃくちゃうまい。だいぶクラッシュしてますけど。すき家おろしポン酢牛丼。うまい。まあ、スパイス付きのものの僕としてはですね、最高ですね。で、これ考えた人は天才だっていうと思ってたんですよね。別に天才ではないですね。そこは慎重なんだよな。スマホピッピッ。あとなんだっけ。
タスマニアビーフカレー。でこのゴロッとしたこの大きな肉からいきましょうか。いただきます。やっぱうまいなカレー。世界一空気が美味しいと言われるタスマニアのところからですね、これ、取った肉牛なんですけどもね、そこで生まれた、そこで育った肉なんですね。忘れちゃったよ。突発ですからね。忘れちゃいます。お前そんなね、動画あったんですよね。思い出せないですね。確かに有名なレビューっていうのはね、食品レビューっていうのは、それくらいしか、なんか今のところ、思い浮かばない。